いやードリームアカデミア終わりましたねもう終わりです終わりましたね30代も39歳の年末終わりました30代最後の年末 <laughs> まああのね入学願書出された方はえー、まあ決済するかしないかはしっかり考えていただければいいんじゃないかなと思いますでまあ来年の年末はね何やるかは 来年高校期待ということでございますね。はい、ちょっと寒いっすね。まあ、服着ろよって話なんですけど。寒いっすね、はいまあ、今回テーマはね、何しようかな。うんまあ、特にないっすね。<laughs> 特に、特にないんで、ぼやきっすかぼやきどうなんだろうな。ねこれからどりやク頑張るぞって入学願書出していただいた後ぼやきみたいな、なんだこいつみたいになるんで、どうしようかな。 うん、まあやるだけなんですけどね単純にやるだけなんですけどそううんやるだけなんですよ本当に <laughs> えそれ以外ありますそれ以外あんのかなえやるだけじゃないですかうんでもこれ多分やれない理由って多分そのやっても私できるのかなとか やっても成功できるのかなっていうのがまあ結構な割合で多いんじゃないかなと思うんですけどいかがでしょうか例えばやれば100%稼げるしかもそれが1日この1時間この作業を具体的にこれをやれば100万円稼げるっつったら多分できますよねだってやり方も分かるし1時間しかやんなくていいし本当にそれ,それが100万円が保証されていたら多分やりませんお金に困ってたら。 それが、ね、めちゃくちゃなんかプ,ラグプログラミングコード書けとか難しいことだったらあれですけど自分ができることを1時間やって100万円が稼げるっていうことがなるんだったらまあ、だから求人票でね初心者大歓迎みたいなね、まあ、初心者でもその1時間やれば100万稼げるみたいになったらやりますよね多分だからその自分ができることであり簡単でありしかもそれが短時間でありしかも高収入みたいなね多分やりますよねどうですか まあそれがなんか闇バイトとかじゃなくて普通のやつだったらうんだからそれは多分それはできるけどこっちはできない理由としてはやっぱりそのうやってもどうせ無理なんじゃないかとかやっても稼げるの一部の人でしょとか、うん、そんな時間かかるんだったら嫌だとかねなんか結局そういう感じだと思うんですよ、うん、でもね、まあ、結構言うんですけども、まあ、それを否定したとしても それを否定したとしても今の仕事だったりとか今、まあ、大体今の仕事ですよね今の仕事を続けてってうんまあ多分月収100万まあ高い給料もらってるかわからないですけど多分その給料をもらうというベースで考えるならば100万円に到達する可能性は非常に低いと思いますまあ営業職でバリバリやっててね結構その 日本でトップですとかだったらね、まあ、全然いけるとは思うんですけどまあ普通の仕事やってて100万40年働いたとしても100万いく確率どれぐらいありますまあそれは上司とかに社長とかに聞いてみればいいんじゃないですか今の会社の上司給料いくらもらってるんですかみたいな上司はこの会社で何年働いて今給料どれぐらいなんですかと僕上司を超えたいんですけどみたいなね まあ、超聞きづらいですよでも超聞きづらいけどそれが事実じゃないですか自分がどれだけ頑張ってどれぐらいの大体の指針ができるわけじゃないですかもちろんその会社がそれからどんどん業績が上がって上場しましたとかねそしたら別かもしれないですけど、まあ、ある程度の基準はできるじゃないですかうん多分うん100万は難しいと思いますようんその月収100万っいうのはうん まあそれはちょっとあ,あなたがどういう会社に勤めているのかわからないのでわかんないですけどまあ俺の会社だったら簡単に簡単というかまあまあちゃんと頑張れば100万ぐらいもらえるよっていう会社に勤めてるんだったら逆に逆にネットビジネスやんなくてもいいんじゃないですかうんだって希望があるというか、まあ、やればそれが見えてるんだったら別にそこの会社をだってその会社を選んだのも自分なわけじゃないですか ね、そもそも論としてそもそも論として自分がその会社選んだわけですから <laughs> そこで100万目指せるんだったらねそうだからあのこれリアルな話すると前その僕が会社でねあの前職で、まあ、社長やってたわけなんですけども僕の給料いくらだと思います社長やってたんですけどこれもうリアルな話ですねうんリアルな話で僕は、まあ、グループまあグループ会社の子会社の社長みたいな感じですよね で、その時に僕の給料明細はいくらだったかっていうと、えっと、35万が基本給で、役職手約手が10万で45です。で、45から税金引かれるんで、まあ、3十後半ぐらいだったと思います。はい。それが、まあ、僕の、まあ、中小企業ね、中小企業のグループ会社の社長の、えーき、リアルな給料明細です。給料明細とかにしておきましょうね。給料タイトル、給料明細にしておきましょうか。 僕の給料明細これいいっすねパンチやそれマジですからねただしプラスその、まあ、社長に一応なってるのでその会社の経費として、まあ、いろいろ使いましたただあ会社に僕泊まってたので、まあ、あとキャバクラとかそんな飲みにも行かないのでじゃあうなんだ経費って言っても、まあ、ガソリン代ですかね、うん、ガソリン代は結構経費計上してましたけど、うん、ぐらいですかね飲み屋いかんし まあ会社に泊まってるしだから本当にその夜走りに行くぐらいなんで <laughs> まあ朝方箱根まで行ったりとかもしましたけど箱根の山行ったりとかうんそ,それぐらいかな、うん、そ,うそんな感じですねうんだからまあ,あまあそれはまあリアルというかね分かんないですよ、まあ、あなたの会社がもっと規模感覚がでかかったら分かんないですけどね だトヨタとかあそこら辺でどれぐらいもらえるんですかねトヨタとか僕ね一応ボーナスも一回もらったことないですよ今冬のボーナス出てるのか分かんないですけど社会人になって僕ボーナスって一度も経験したことないですよ一度もボーナスすげえなと思うんですよね <laughs> やばないですかボーナスっていう概念ないので僕一度も会社からボーナスもらったことないですから僕うんそうボーナスってすごいですよね いいっぱいもらえるんでしょまあでもボーナスが少ない人もいるかもしれないですけど少なかったとしてもボーナスって悩やねんって僕は思うんですけどねいいなっていうだって一度もないですよ僕社会人になって一度もないですボーナスまあボーナスが支給されない会社も結構多いと思うんですけどいかがですか多分、まあ、結構なままああその、まあ、社会的ななんか知名度がある会社だったらボーナスはあるでしょうけれども 中小企業でボーナスしっかり払えるきいるあんまないと思うんですけどね。うん。まあみんながね、その有名どころの大企業に勤めてるわけじゃないですから、まあほとんどが中小企業じゃないですか。で、中小企業のボーナスって、まあこれ TikTok でまあ見たんですけど、なんか5万円とかね。う まあ本当だったらボーナスって3ヶ月分の給料分みたいな,なんかそういう話聞いたような気がするんですけどもなバブルの時はすごかったらしいですねなんかボーナス400万とか出てたとかあった時代あったらしいですけどすごいですよね400万ですかみたいなサラリーマンでボーナス400万みたいなそりゃ踊っちゃうよねみたいなジュリアナ東京になっちゃうよねって話ですよねそれはそりゃジュリアナ東京になるわみたいな。 うんまあ今後ねまあ今ねまたその韓国だったかなデルタ株デルな,なんとか株出てきてなんか韓国がまたそのなんだ7000人かなんか出たとかなんかきニュースで見たような気がするんですけどまあ日本もねまた多分その新しいその変形ウイルス入ってきたらまたどうなるか分かんないじゃないですか今落ち着いてますけど。 うん、そうだからまあ今後ね景気がその回復するとはあ難しくないですか考えるのはここ数年は難しいっすよねうん。だそも,そも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 論として日本の景気がバブルから、まあ、バブルまで V 字回復は、まあ、トレードみたいにねバブルが絶頂期ですじゃあこう一回下がりました一回上がってないですよねまだ。 一度も多分バブル絶頂期からバブルまでのあの状況に一回も戻ってないですよね多分どすいません僕経済評論家ではないので詳しいことは分かんないですけど多分バブル時期の状態にこのトレードで言うならこうチャートで言うならこうなってないですよね多分ここからずっと落ち続けてるグラフで言うならばここがバブルですずっと落ち続けてますっていう だからバブル時期って住宅ローンとかも4.0%と,とか5%だったマックス5とかなんですよ確かこれ調べれば多分出てくると思うんですけどバブル時期は住宅ローンとか4.0、まあ、とかですよで今金利がね今このこうぶわってなって金利が住宅ローン 0. 何パーとかですよやばないですかめっちゃ低いみたいな。<laughs> とということは銀行儲かんないですよね銀行儲かんないじゃないですか、うん、こ,うここに比べるとねバブルの時ねよりかは儲かんないですよねうんでまあなんだあのだからまあ低金利施策低金利するから家買えみたいな話なわけなんですけどもまあでも不景気だからそんなに家買えないじゃないですか、うん、どんだけ金利落としたとしてもやっぱ不景気で今ね住宅ローンこ 組むのは結構怖いい人多いだろうし、うんまあ、限界があると思いますだから結局その落ち続けてる時にまたコロナでバーンですからまた落ちてるじゃないですかこれどう思いますこれからの経済うんまあ僕バカですけどバカですけどまあ僕はもうこのなんだな名前何でしたっけあのあの何かこの,このサイクル。 このサイクルの名前このサイクルの名前なんか経済の名何かありますよねマクロじゃねえわなんなか何かあったよねそう,そういうこと、うん、だ要は、えー、しみんなの企業が儲からない企業が儲からないから所得が少ないで所得が少ないから安いものを買う安いものを買うから企業は利益が取れないだから給料が安いねインフレインフレでしたっけ だか,らまあそのだからこの、すみません、インフレだじゃなかったら申し訳ないですけど、インフレのこの、なんだろうな、のこの連鎖っていうのは、ずっと続くじゃないですか、ずっと、安いものしか売れない、給料が安いから、安いものしか売れない、企業、儲かんない、給料、安い、安いものしか売れない、儲からないっていう、この連鎖ですよね、ずっと。 ここから抜けるのって結構難しいですよ。うんでしかも頭がいい人とか結構そのすごくお金持ってる人とかはもう日本ダメだっつってもうどんどん海外に行っちゃってるじゃないですか。<laughs> これね結構きついと思うんですよね日本うん。まあ僕はねあの日本が好きというかあのやっぱ日本が一番 その海外に比べるとね銃、まあ、もないじゃないですか一応、まあ、鹿児島はいいですよ、うんまあ、今回ねドリアカの鹿児島合宿4回ついてますから、まあ、ぜひ活用してください、はい、平和ですよ日本は、うん、そうだからまあ今後のねことを考えると、まあ、自分で何かその稼ぐっていうことは何でもいいから。 何でもいいからもう一つの収入の柱っていうのは120あった方がいいいよねと思いません僕は思います。あなたがどう思うか分かんないですけどじゃあそ,そう思った時にじゃあそれをやってもねうん,なんだろうな仮にうまくいかなかったとしてもやらなかったら何も可能性ゼロですからねやらなかったら可能性は生まれないわけじゃないですか。 じゃあ、可能性を出すのか、可能性を出さないのか、どうですかと、じゃあ、あなたの会社が潰れる可能性はどうなんですか、可能性はあるのか、ないのか、どうなんですか、給料が下がる可能性はあるのか、可能性はないのか、それともボーナスが上がる可能性はあるのか、ボーナスが下がる可能性はあるのか、日本の経済が上がる可能性があるのか、下がる可能性があるのか、どっちですか、いろいろな二者卓越をしたときに、で話ですよ。 いや,いや確かに100歩いずってやっても無理かもしれないけれどもやらなければ可能性はゼロなわけですよで僕が言ってる情報ビジネスに関してはあのね初期費用ほとんどかかんないわけじゃないですかだからよくなんか失敗が怖いとか何かいろいろあるんですけど何をもって僕失敗なのか投資とかだったら分かりますよ投資とかだったら全然分かりますそれはだって、まあ、負けたら終わりですからじゃあそうですよね金溶けるんだから でも YouTube いくらやっても,もうインスタもねもう56年やってますけどもインスタも,もう初期費用も0円だしうん,なんか月額費用もないしまあ Facebook も0円だしツイッターも0円だし月しかも初期費用もかからないし月額費用もないんですよ SNS まあ TikTok もそうじゃないですか初期費用もないしね月額費用もないしじゃないですかいやこれえ0円で全部できるよと。 えそ,そこリスクありますかって聞きたいですね。なんでやらないんですかみたいな。じゃあリスクがあることするんですかと。まあ別に投資やってもらってもいいですよ。ねそれはまあ個々の自由ですから。うん。僕はおす,す僕も投資やりますけれども僕は情報ビジネスもうノーリスクでほとんどリスクない状態で0イ1でお金を稼げるようになってまずここで軍資金を作ってそのお金を。 次どうううすするのかっっててていいいいここととと考えくが僕は大事だと思います要は0ロ1の軍資金作る時にリスク張るのかリスク張らないのかって僕はリスク張らない方が僕はいいと思います僕はね。で少なくてもあと情報発信のねこの基盤というか発信力の基盤をつけておけば投資をやった時も別に発信いくらでもできるんでだ僕の場合は投資やる理由ってこっちのネタのレパートリーを増やしたいんですよ。 要は僕は集客していかないといけないんで、エフェクスやりたい理由って、エフェクスのニーズはめちゃくちゃあるからです。で、エフェクス多分なくならないし、一番、まあ、金融系ではね、人気なんで。で、初心者が5万円を100万円とかね、まあそういうのみんな好きなんで、そういうネタしたいんですよ。で、やってれば使える、できるじゃないですか。じゃあ5万円を100万円にしてみたとかね、見てみたいですよね。うん、で、100万円ぶっ、ぶっ込んでみたみたいな。とかね、ワンポチみたいなね。<laughs> みんな好きなんで。 まあそういういエンタメ要素を入れた形の発信ですよねもうギャンブラー FX みたいなもうもうもう,もうメディアですだからその FX で儲けようというよりかは僕は情報発信のネタとしてこのレパートリーを増やすっていうことでだからあやっていくっていうのがあるんですよでもここはゼロここはリスクないのでここはねここはうん 逆に言うとここしかかかやっってななたたららお金負けたら終わりじゃないですかだけどこっちに関しては0円だしで、まあ、その動画がおも面白かったらずっと回るんで例えば「300万失いました」みたいなね「なんでこいつ?」みたいなみんなマウント取りたいんで、えー、ほら見てみろとほら見てみろと FX なんか危ないよって思いたいんでだからうわ皆さんの言う通り FX やめとけばよかったみたいなね「FX は先だ」みたいな 売り、りみたいやりたいいいなやじゃないですか。だからそれをわざと取れるんで僕は、うん、そうだからもうそれい,くらいくらでも企画できますからそんなのでこれ0円ですからね0円こっちはだからこっちでお金なくなってもこっちでアクセスを稼いでもし集客できたとするならばまたそ,のそれで何か商品売ってね何か利益出せんじゃないですか <laughs> そうそうだからまあ僕はもう本当にに0円でできるこの情報ビジネスですよね 情報発信でこれからはもう何を見てるかっていうと、まあ、テレビ番組はも,もうどんどん下がってますけどもやっぱ今見てるのがやっぱもう、うん、子供の時から YouTube なんですよもうみんなだってしゅ職業なりたいランキング YouTuber みたいな話じゃないですかだからもうテレビ見てないんですよ YouTube なんですよテレビっ子じゃなくて YouTube っ子ですよ今はテレビっ子だよな僕の世代はテレビっ子でしたけど YouTube っ子です もうみんなだから YouTube 見てるわけじゃないですかだからあと個人のね TikTok ずっと見てたりとかインスタ見てたりとか Facebook 見てたりとかもう大衆のほとんどが一日何かの SNS の情報を触れてるわけですよでそこで発信力があったら強ないですかで僕は思いますけどね <laughs> あなたはどう思いますこうこの時代の流れを見て人々がどこを見るようになるのかどこに そうパイが来るようになるのか,なんかよく考えればもう絶対ネットじゃないですかもはや仮想空間みたいな話ですよねメタバースみたいなねフェイスブックがね仮想作ってますけど今はまあ土地売っていっぱい売ってるらしいですけどね仮想空間でボロ儲けですよね <laughs> 仮想でいくらでも土地作れるじゃないですかあれすげえっすよねで今度土地のねなんか仮想空間なのに土地の 値上がりがりあるんですよすごいですすすよよごいね仮想空間仮想空間の中に土地がまた値上がってくるっていうねんやねんみたいなね <laughs> そうだからその仮想空間の中でも渋谷みたいなところがねにトラフィックが集まるような街ができてくればそこの物価上がるわけじゃないですか土地のすごいですよね <laughs> やりたい方ですねもうううんはいなんでまあまあいろんなことをやっぱね考えて だから僕がいつも考えてるのは二者卓越なんですよ二者卓越です、うん、でどっちっていうどっちっていう4つとか3つじゃないですけどどっちっていうこの二者卓越をよくするように考えてます、うん、迷った時はもう二者卓越2つにし、えー ややるべきなのかやらないべききなななののかからいどっちの方が可能性があるのかないのかどっちの方がリスクがあるのかリスクがないのかとかねまあその分かりやすい二者卓越にして選ぶようにしてます僕はねうんそうだ例えば人生を変えるために例えばですよ本当すごくシンプルな二者卓越にするならば、えー、人生を変えるために行動すべきなのか人生を変えるために行動しないべきなのかどっちですかとあなたはどっち 人生を変えるために行動すべきかそれとも人生を変えるために行動しないべきかどっちがいいですかどっちを選びますかそりゃ人生変えるために行動を俺選ぶよって話なんですよだって行動せずにどうやって人生変えるんですか教えてほしいですそんな方法があるんだったらだって宝くじでもね、まあ、そのネットで買えるのか分かんないですけど、まあ、そ買うという行動をしないとダメじゃないですか当てるにしても。 まあ、あの当たる確率は非常に少ないですけども買わなかったらゼロパーですよねそもそも論としてじゃあ買うという行動しないとダメじゃないですかうんだからまあドリームアカデミアに、まあ、入るという行動を取る人と取らない人もいますよねで今度入った後ちゃんと勉強して行動する人と行動しない人もまた出てくるわけですよどうしますって話です少なくても、まあ、いろいろ音声対談聞いていただいてると思いますけども、まあ、あの入ってねちゃんとやった人は まあ結果出てますよ本当にうんまあそりゃそうですよね結果が出ない、えー、ノウハウだったりとか結果が出ないことを教えてたら誰一人その稼げないじゃないですか。 まあそれはもうう間違いないいな自信があるその内容というかね僕はもうずっとやってきて17年ぐらいやってきてもうそれを全部統括してしかも今は僕,僕の強みっていうのは何かっていうと過去やってましたもあります今もやってますだから僕はこれ強いと思うんですよ多くの人は昔やってましたっていうねもしくは何もやってないんだけどコンサルみたいなね話じゃないですか ね、例えば飲食店コンサルとかねありますけど飲食店経営してないのに飲食店コンサルみたいなね、まあ、よくある話ですよね飲食店経営今現行でしてないけども過去やってましたコンサルですみたいなよくある話ですよね、うん、で僕は過去もめちゃやってるし今もまあまあやってますよとしかも今も毎月商品売ったりとかねもう現行でやってますよとだからこそ今どういう風に僕は売り上げ作ってきてるのかとか あとはその僕はずっと発信してるので発信してるからこそ塾生さんとのつながりもあるしじゃあ塾生さんがうまくいった事例とかもシェアできるしずっとやってるからね発信してるからあ塾長まだやってんなって話なんですよ塾長なんかまだから僕の強みはそこですよ、まあ、これからも続けていきますけど多分これはねほとんどの塾であんまないと思いますよ過去あんだけやって。 あんだけっていうあんだけがよく分かんないと思いますけど、うん、でもネット17年ってまあまあじゃないですかネットに生きて17年って結構ね積んだなと思ってきたんですけど結構経験値は積んできたなと17年ってまあまあじゃないですかネットにこう業界入ってまあそ,それだけおっさんになったって話なんですけど <laughs> まあまあ積んでると思いますね、うん、しかも今もやってますからね これからも積み上げていきますけどまあもう僕コツコツ積み上げていきますんで一発ドカンの派じゃないですから僕はとにかくもうコツコツ積み上げまくっていくっていうねね異常異常異常なぐらい積み上げていきますよ異常なぐらいまあやってほしいなと思います本当にうんあのドリアカ今回ね入れなかった人もあのまあ来年からまた小粒のいっぱい売ってあのおかずは売ってきますんでおかずはおかずはいっぱい売ってきますから安いのもね また390円とかもやりますからね来年大丈夫です390円買えるでしょう、はい、お値段以上でいきますからねあとは何だろうなうんうんまあ特にないんですけどね特に <laughs> <laughs> そうまああとはやっぱね何だろうなそう 情報発信する時に、まあ、これも結構言ってると思いますけどうーんまあタモリさんが続ける上でね適当だよみたいな適当じゃないと続けられないよみたいなそのすげえタモリさんの,そのマインド好きなんですけどいや適当じゃないと続けられないでしょ確かになみたいな。 だこの動画もねこういう動画もね僕適当にやってるから続けられるんですよこ毎回台本決めてねセリフ通りしっかり暗記してね台本があってセリフを暗記してしっかり撮ってね編集もがっちりしてわーってやってたら続かないです適当だから続かなんですよもうこれはねタモリさんの,あのから学んだことですね続ける上で適当だよみたいな <laughs> でも適当だけだったらダメですよ売れないからねちゃんと考えないといけない部分もありますよ だからまあいろんな要素が僕は学んでますからでもその結構ね気にするっていうのは何かっていうと本当は自分の人生自分の収入を気に一番気にするべきだと思うんですよだって自分の人生なんだからだけどほとんどは周りのところを気にしてるんですよああいいなお金持ちみたいないや確かにねそれを気にしてみてもね確かに憧れいいなみたいな思っても自分はベンツ買えないし自分はフェラーリー乗れないですよだからいいな いいやいや、自分を気にしろと <laughs> そんな見てる時間はないと暇はないともうとにかくやることに完全フォーカスただやることに対してのその資料集めとしてエッセンスとして見てるんだったらいいんですよただぼーっと羨ましいなとかねなんだこいつとか思ってる時間はないですから自分がやるっていうねうん、だ結構ほとんどの人がその 自分,全自分の人生に全集中するしてるんじゃなくてその集中をもう,もうなんかぶわーって分散しちゃってるんですよ、うん、だから僕,僕よりお客さんの方がねめっちゃ知ってますからねうん<ー>だからその前ね鷲津さんの商品売ってた時も「いや吉田さん鷲津さんこんな商品あるんですけどなんで吉田さん知らないんですかジョインとして一緒にやってんのにいや知らねえよ」っていう いや俺は今この商品売ってるからこの商品しか知らないしこの商品を全力で売ることが仕事だからそれ以外知ったところでどうするのって話じゃないですか別にその商品しな売らないし鷲津さんは鷲津さんでなんかやってるわけじゃないですか全部知る必要ないですよだって僕はこの A っていう商品売ってるんだから今 A っていう商品売ってるんだから A っていう商品以外知らなくていいんですよ A を売,売ってるんででもお客さんは,は「はここここ,こ」みたいな「いっぱい見てた」みたいな「俺より詳しいぞ」みたいな なんでそんな見る時間あるみたいな、うん、思いましたねそんな時間あるんだみたいなそうだ僕は僕もいろんな人の動画を見るんですよただしそれは自分の発信に生かすために見てるので必ず何かリスペクトしてそれ使ってますから、うん、僕も見ますよ見ますけどぼーっとは見てないし自分の発信に少なくとも自分の行動に使う,使うために見てるので聞いてたりとかうん だから最近、その青白王子のやつも見てるのも、まあ、青白王子、僕、タイプじゃないんですよ。なんかムカつくじゃないですか。あんなにかっこよくて、あんな金持ち、絶対もうムカつくしかないんですよ。かっこよくて金持ち経営できる。ふざけんなよと。もう、そんなもう、なんやんと。そんな不平等やんと。<laughs> ありえないみたいな。だけど、まあその、嫌いなんだけど、でも学びはあるんです。学ぶだって結果出してるから、そこから学べるものあるんです。だから嫌いでもあの聞きます。 ね、特にあのあのライブ放送の質問に対してどう答えるのかその質問に対してどう答えるのかでこの質問がぶっちゃけて言とレベル低いんですよでこのレベル低い質問に対してどう,どう返していくのかっていうねこれをね勉強してるんですよ僕がそう <laughs> な感じとかねそうそうそうだから好きとか嫌いとかどうでもよくて自分がやるのに必要な要素だったら全部取り入れていくっていう。 自分の目的を達成するためには嫌いとか好きとかどうでもよくて取り入れていくっていういいもんいいんだったらねそれを色眼鏡で見るんじゃなくてそれを色眼鏡で見るんじゃなくて素直に聞いて素直に勉強して素直にやるってことですね。はい、なん感じですかね。ははい、いいでは終わりたいと思いますどうぞっす